はい、鎌田さんの「You」という曲をね聴いていただきました、はい。まあ、50曲ぐらいあるということですけどね、はい。まあ、これからそのライブ活動されるんでしょうけど、とりあえずなんかその近々どっかでやるとかそういう方はまだ決まってないですか？そうですね、まあ大体いつも山手線の周りで、そうですね、渋谷新宿とか大塚とかそういう、ええ、うん、山手線沿いですねのライブハウスでやってると、はい、いうことですね。一度そのね、まあ、ジョイントってかっこいい言葉つけませんけど、ね、はい、一緒にやってみますか？そうです ね、はい、いや本当にねリサイタルっていうか、まあ、またやろうと思ってるんですけど、はい、私のところのねバンドはもう年寄りばっかりでですね、一人が布団の細くなっちゃいましてねもうちょっと弾けないんでね、ちょっとそれでなかなかやらないということもあるんですけれども、で鎌野さんのところのバンドの人もね、若いからロックしかできないからやだと、林さんのところバックバンドやだと言われてますのでねねどうすればいいかなと今考えているところなんですけどね、一度一緒にやってみましょうかね。そうですね、楽しみたいですね、一緒にやって。そうですよぜひその時は皆さん本当に聞きに来ていただきたいと思いますね、うん、ね、芸人さんたちもんでね、はい、楽しい、ショーをやりたいなと今考えておりますんでね。そうすると、まあ、Facebook なんかで、鎌田さんの情報を、知ることができると。そうですね、 Facebook、まあ、ガンガン見てもらって、ね、うん、まあ、その都度、それあれですか、そのブログじゃなくてホームページのバンドのホームページ見れば、はい、そこからもそう、まあ、分かります、ね、次はいつっていうのは分かりますけど ね、ぜひぜひそれ見ていただいて、はい、聞いていただきたいと思いますね、はい。そうですね、あとはまあ体を鍛えるというか、はい、まあね、まあ、プロレスはもうやる気ないでしょ全然。この今もう68とか体重が減っちゃったから、うん、まあ、92キロか98キロぐらい、すごいね、98キロ、はい、今62キロかなりもう絞りましたね。だからプロレスで今ほらどんな人もやってるじゃないですか、小さくても、うん、そうですね、だから、うん、やろうと思えばなんかちょっと覆面かなんかかぶってどうですかやったら。あ、ね、前にやったんですよ、覆面かぶって死にそうになりましてですね息ができなくなっちゃって、あ、覆面で、いや覆面でもそうだし、上からこうセントーンっていう技がありまして、やられてトップロープからやられたんですよやって自分があったら受けますけどねこう溝落ちにドーンと落ちてきて、うって、もう、あ、これもう一瞬死んだって思いましたもんね、あの時。もがき苦しんで。でもプロレスはやっぱり自分でやってみると本当にすごいなと思うでしょ、やっぱり体鍛えててね、うん、そうです ね、やっぱりみんな見てて、はい、いや、宇宙じゃないかって言ってるけど、そんなことないですよね。あれは本当すごいですよ、ね、うん、もう本当痛いし、骨にしみるんですよ、その痛さが。でしょ、マットだって結構硬いですもんね、あれね。硬いです ね、真ん中なんて本当に鉄柱、こう鉄の柱があるんですよ、うん、真ん中が割れないように、わざとそこにこうガーンってパイルドライバーやったりとか、そういういじめるレスラーがいるんですけどねねえ、はい、だから本当にまあでもいたってすごいなと思うし、まあそういう人たちの曲を作ってね、はい、またお客様に楽しませてもらいたいなというふうに思いますからね、はい。もう結構またオファー来そうですか、プロレスラーの曲を作ってくれとかいうのは。そうですね、まあ来たら作るようにはしたいですね。そうですよね、はい、ね、私もね本当会場で鎌田さん曲を聴くのはとっても楽しみにしてますんでね、ぜひぜひこれから、はい、いい曲をたくさん作ってね、はい、ひらめいたらまあどんどんあれして、はい、はい、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございましたね。また見にしてぜひやりたいと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、さて、それではここで、今月の推薦歌謡曲のコーナーに行きたいと思います。人々の心を癒し勇気づけてくれる素敵な歌謡曲をご紹介していきます。今月は、クラシックを基礎にジャズから演歌まで幅広く活躍される千里さんの歌をお送りしております。会いたい、あなたはなぜ私を置いて行ってしまったの。あなたを追ってどこまでも、またあなたの胸にすがりつきたい。愛する人を追いかけて一人空港を飛び立つ女心を切々と歌い上げる千里さん、追いかけておきなさい。だってわけも言わず消えるでどうかしてるわ。いやよ話さないで、一人ぼっちはいやよ。黄昏の色に染まる空港、今あなたを追いかけて一人飛び立つ。ゆらゆら明かりがにじむ、いつもわがまま言って困らせたは帰らないでと、やっと気がついたの、幸せだったことに。星屑のよう街の明かり